プロテニスプレーヤーの島袋翔選手は、岐阜県出身の26歳で、上越市に本社を置くエレクトロニクス材料メーカー、有沢製作所に所属しています。今年、世界四大大会のウィンブルドンと全米オープンで本戦に出場する快挙を成し遂げました。テニス教室は去年に続いて2回目の開催で、ジュニアの部には地元のジュニア選手およそ30人が参加しました。華麗なフォームから繰り出される鋭い打球に参加者の視線は釘付け。ラリー形式の打ち合いでは参加者全員とストロークを交わしました。上越のみんな、ジュニアの子たち、本当みんな元気で、本当にエネルギーがあふれるようなすごいパワーを持ってて、僕自身やっていてもすごい楽しかったですし、こう意欲的な子が多かったので、すごい素晴らしい時間を過ごさせてもらいました。球が鋭くて押される感じで打ち負けてしまいました。これが世界なんだなと思いました。すごい迫力があって、サーブもすごい回転もかかってて、すごい球でした。有沢製作所は島袋選手の将来性に期待して支援を決めました。逆境を跳ねのけて、頑張っていかれる、そして世界を目指しているという姿が、やはり当社のポリシーによく似ているといいますか、共感する部分があってですね、ぜひ応援をしたいと、そういうふうに会社の方で、決めた次第であります。ジュニアの子たちにもっとこう希望を持たせて、夢を持ってもらいたいなというふうに、そういうふうに思ってもらえるようなプレイヤーになりたいと思ってます。